ちは、タルグサです。今日はティップフラワーでポンポン菊ですね、作ってみたんですけれども、ちょっとなんか違うようなすいません、うまくできなかった。はい、1センチゲージと 1.5 センチゲージですね、28番のワイヤーで作っていきます。前回同様ですね、少し、ワイヤー残しつつ、3回巻きつけます。これ結構ねギリギリ目で、まあ、立てる分だけ残して、輪っかを作って、でカットすることによって、そのワイヤーそのまま使って1センチゲージでもね同じように3周して、ゲージの溝に通してくるくるとねじってあげると、いっぺんにね2つ分、花びらが作れるということで、ワイヤーのね節約になります。結構ギリギリでね作らないと、足りないんですが、まあ、そういった時はね別ワイヤー用意してください。で先端部分は丸いままで、少し根元ね細くしてから指を使ってこうカーブをねつけて3枚ね作っていきます。はい、28番で、葉っぱをね作っていきます。お気づきの方はいるでしょうか。これは前回の動画と同じ使い回しております。先端尖らせて、であとは、丸ヤットこう使って全体的に見切れていますが、フリルを入れていっております。細かくね入れてあげて、で、こんな感じで先端尖らせて左右も2箇所尖らせるといった感じですね。で、いっぺんに作っているので、まあね聞くだいたい似たような感じなんでね、いっぺんに作ってしまっていますが、まあ、気にされる方はね画像をよく見て、他のね方の写真とかね参考になりますね。今はね、ネット上で調べたりすると、お花の名前と葉っぱって入れるとね出てきたりするんで、そういったものを見てね、作っていただくのが確かかなと。あとは実物をね買ってくることなんですが、はい、まあそれはさておき、いっぺんに作るとねちょっと、丸いところがねできてしまうので、そういったところをねより、シャープにしていくために、平ヤットコを使ってさらにちょっと最終調整はしていきます。どうしてもね、たくさん作ると木はあのようにいっぺんに作ってしまうんですが、そうするとね全く同じ形になってしまったりもするので、そこら辺はねこの段階でちょっと変えたりとかしてます。で片方ね1本ブリッジをかけました。で見本とねだいぶ違うなと思いながら調節してます。今回はゴールデンイエローと、クリアがね混ざったものです。まあ8割ゴールデンイエロー2割クリアぐらいですかね。でリップしたら、メラミンスポンジに立てて乾燥をさせます。葉っぱはねグリーンでリップしていきますが、ライトグリーンでもねリーフグリーンでも大丈夫です。はい、こんな感じですね。こちらもメラミンスポンジに立てて乾燥させます。そして、花なんですが、小さい1センチゲージの方ですね、こちらを12個用意しました。今回まあ、数をねで4つずつぐらいでね、まずはちょっとひとまとめに今ね、このカーブが向いてる方をね、内向きにこう揃えまして、4本ずつねじっているという段階です。で 1.5 センチゲージの方をですね、この花と花の間に入れていくので、11個ぐらいですかねでいいと思います。今回作ったのはそんな感じですね。はい、でこれをお互い、3,4,12 ですね、12個を、まとめて持って円形になるようにこう調節していきます。なのであまり上の方でねギュッとねじってしまうとちょっとね調節が効かなくなるので、多少ちょっと余裕遊びがある状態でねじっていただいて、ここでね最終的に内向きになるようにしていただいて、それから、フラワーテープでねもし巻ければ1回巻いておくとね、多少白いワイヤーが目立ちにくいかなと思います。面倒であればね後で1回巻くだけでも大丈夫です。でこの花と花の間ですね、ここにちょっと差し込むような形でこっちの 1.5 センチゲージの方を、ちょっと折り曲げながらですね、ワイヤーの下の部分、差し込んでいきます。はい、でキュッとこうねやっていくんですが、
このねサイズがね 1.5 センチゲージでやったのがちょっと微妙だったのかなぁと。1センチゲージとね 1.34 センチぐらいの方がちょっとねサイズが花びらの、大小が出すぎたなぁというのが今回のね失敗の原因かなぁとちょっと思っているのと、花びらがね、開いて、可愛らしいは可愛らしいんですが、普通の菊の花に見えると言われればそうかなと。もう少しね枚数も多い方が良かったのかなとも思いつつ、またちょっとね機会があればもう一回挑戦してみたいなと思います。はい、でこれを、フラワーテープでね巻いて留めていきます。でねこういう、簡単にね留めてるだけの花ちょっとね崩れやすいかなと心配になるので、まあね最終的にこうして調節した後に、これごとねストレンスナーにねつけてしまおうかなと思っています。なんですがここでちょっと触るんですが、この時に、フラワーテープのねベタベタのね糊が指紋となって花びらについてしまうことがあるので、そういう時はちゃんとね、濡れティッシュなどで拭き取ってからこのようにね、ストレンスナーをつけてあげてください。でこれでメラミンスポンジに立てて乾燥させました。葉っぱの方はね普通のストレンスナーこのままつけています。はい、というわけでね容器がちょっと昔と変わってますが同じです。で今回は20番ですね、少し太めにしました。前回のね、サガギクと比べると少し重たいので、お花がちょっと太めのワイヤーで茎として延長していきます。で同じようにね葉っぱ、同じ葉っぱなんですが使い回していきます。はい、楽をしてますねって。で、ここのね茎の長さもまた調節しつつ、後でね入れる容器などの長さと目見てあげて少しね決めてください。なのでね毎回適当に長さになってますが、で、まあ、1本につきね葉っぱ2個くらいあるとねいいかなと思うので、まあ今回3個お花作ってるので、6枚くらいですかね作りました。はい、でこれをねまたひとまとめにしていきます。3個ぐらいあるとねだいぶこの、1種類のお花でも、見栄えがするかなと思って、だいたいそれくらい作ってるんですが、どうでしょうね。5個とか作るとね大変なんでね。はい、というわけで、ポンポンキックですね、ちょっとまた挑戦してみたいと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。